サンセットドライブは2014年制作、2015年公開の日本映画、日本厚史監督、佐伯雛子、小林隆主演。両親が離婚して家族が離れ離れになる前に運命の偶然から得た一週間の猶予。そこで今までになかった親密な時を過ごす父親と息子、鎌倉を中心とした湘南を舞台にしたロードムービー。 サッカードキュメンタリー映画、クラシコで長編映画デビューした、ヒモトアツが、制作葬式、脚本、監督を兼ねている。基本的には、モノクロ映画だが、回想シーンを中心に、色彩を抑えたカラー映像表現もある、パートカラー構成。母親役の佐伯雛子以外は、演技未経験者を中心にキャスティングされた。父親役の小林隆は監督の友人。 息子役の日本良は監督の長男である。2014年に完成し、2015年に東京で公開。2016年には大阪で公開された。舞台は夏の終わりの神奈川県鎌倉市。第1日目。契約社員をしながらも音楽の夢を捨てきれない主人公の植木洋一は妻、秋と別れることになり、その夜離婚届にサインをする。 長男、両と長女、雪は、秋が引き取ることに決まり、助の新学期が始まる前に、夫婦は別居することになっている。夜遅く、雪が発熱して、秋が市民病院に連れて行くと、随幕炎の疑いで即入院となる。第二日目、陽一と助は朝から市民病院を訪ねるが、助は小児病棟に入れず、受付で待つ。 雪はしばらく経過観察となり、秋は病院に泊まり込むことになる。秋が、スケを実家へ預けに行く間、陽一は病室で待つ。眠っている雪を見ていると、陽一は幼い頃に父親が病死した時のことを思い出す。夜、戻ってきた秋に対し、陽一は彼女の体を気遣う言葉をかける。第3日目、秋からスケが帰りたがっていると聞かされた陽一は、 夜、スケを迎えに行く。これまで、ほとんど接点がなかった不死は、夕食のコンビニ弁当を食べながら、初めて親密な会話をする。第4日目、陽一は、スケを連れて仕事場へ行き、雪が退院するまで仕事を休む許可をもらう。その後、不死は、静かな寺を散策し、スケの希望で、海水浴場へ行く。夜は、陽一の行きつけのスナックで夕食を食べ、 よった洋一は初めて息子の前で歌を披露する。第5日目、秋が帰宅して家事をしている間、洋一は病室にいる。寝ている雪の傍らで洋一は秋と出会った頃のことを思い出す。第六日目、朝から洋一と助は市民病院へ。雪は回復して明日退院できることになる。洋一が病室から戻ると病院のロビーで、 助が他の子供を乱暴している。陽一は激しく怒り、その日予定していた海水浴は中止にする。夕方、仲直りをする陽一と助第7日目、病院へ秋と雪を迎えに行く前に、陽一と助は海水浴に、サーファーしかいない海で二人で遊ぶ。その後、陽一は助に間もなく別々に暮らすことになることを告げる。 幼いながら現実を受け止めようとする助。洋一は家族の再生を考えるようになる。ありがとうございます。